こんにちは、歌一郎です。今回も、リサザ・ジョイフルの続きをやっていきたいと思います。ですね、前回は、一緒に行動していたランドが、途中で離脱してしまいまして、一人で、バディがですね、行動するということに、なりました。まあなんかバディの暴力性というか全てをこう暴力で解決していくっていうやり方にまあかつては何でしょうね、ランド自身もそういった形で、世の中を支配しようとしてたんだと思うんですけど、そのランドが、バディを、そのように諌めたんですけど、まあバディはなかなかその自分の考えを変えないというか、世界で一番強くなるんだっていうような思いで、突き進んでいるっていうところに、まあ、ランドが、一緒に行動できないということになって、おそらく離脱したのかなと思います。で、まあ、一人きりで、うまく、やっていけるのかなというふうに、まあ、ゲームが進むのかなっていうのもそもそもあるんですけど、思ってたら、バディの能力でですね、治療っていう能力ができて、それを使いながら、HP を回復しながら戦っていくっていうスタイルが取れることになったので、なんとか、一人ずつ、強い敵を倒しながら進めているというところです。はい。で、ちょっと2、3日、日が空いてからまたやるので、細かいところ、忘れちゃってるところもあったりするんで、あ、ここま、一回行ったわ、みたいな感じで、ちょっと、行ったり来たりっていうことがあるかと思いますけれども、よろしくお願いします。では始めます。あ、これだね。よしよし。あと2人倒すってことになるのかな。シンディ・ギャローズ、ダイス・マホーンか。そこら中死体だらけと、ここって特に暗いだけだったよね。そうそう。よし。あれ？ランドだ。あれ？あれ？あ、ランドの幻影か。なんか、こんな、幻影を見るようになってきたら、なかなか焼きが回ったというか、そんな感じがする。うわ、え？あ、そっか、これも前にあったな。スキルか。ステータス、次のレベルまで2919か。装備、あ、ビッグブレイドっていうのが、あ、そっかそっか、これ装備した方が良かったんだな。OK。よし。あと、前回倒せてない、あれか、なんか二人組がすごい強かったんだよな。あれ、どこだっけ？なんかもう、忘れてしまっている。ここは行ったでしょ？あれ？ここはなんだっけ？あ、ここは行けないんだ。こっちももう、やることをやった気がするな。そうだよね。やったやった。あれ？幸せそうだ。
この辺全部進んだような気がするんだけどな。あ、ん？ねえ、そこの君、僕の名前はラリー・スティンツ。僕に似てるかもしれない。うん。あれ？あれ？この人ここにいたっけ？あれ？この人違うとこにいた気がするんだけど。ラリー。ここだったっけ？イージーモードにしたらもっと簡単に進むのかな。でも治療が手に入ったので、あのスキルがですね、よっ、あ、そっかそっか、あ、そうだそうだ、うんうん、あ、そうだ、こっちが今主戦場なんだ、そうだね。そうだ、とりあえず、あ、こっちはもう行ったし、とりあえずサイコロのところをもう一回挑戦するか、この狼のとこはもう前回勝ったからね。うん、君は自分の体を道具として使うべきじゃない。それは君自身がよくわかっているはずだ。必要なのは剣と頭を使うこと。うまくやればそれだけで奴らを打ち倒すことができるだろう。うん。よし、じゃあ、再挑戦しましょう。2回敗れてるけど。今回は勝てるかな。高そうなお茶。あ、そっかそっか。この辺、一回取ってるけど、あれだな。セーブができてなくて、負けちゃったことによってセーブができなかったんだな。ここは全部取ってるはずだな。うん。これは OK。よし。よっ、うんうん、そうだそうだ、この辺も全部戦い直さないといけないんだな。んどうしようかな。ワイルドストライクス、圧が強いな。よし。スロートランジ。よかった、これでクソみたいな前にしてもさらばね。8マグ。このマグどこで使えばいいんだろうね。ここは何もないんだっけ。何もないね。あ、そっか、この戦ってないときはスキルは使えないんだな。お、強い強い。あ、違った。治療。スキル、治療。
それをやられる、やられればやられるほど TP が溜まるんだね。あいつがいるんだっけ、二人組が。ちょっと待って、逆にちょっと先に行ってみるか。あ、違う、これは戦ったことないぞ。二人組の先に進んだことなかったもんね。ちょっと待って、スキル、地味に強いのかこいつ。どうしようかな。おおお、すげえ治療。おお強いなこいつ。治療、お、一発が強い。どうしよう。あ、もうダメだね。うわ強い。ちょっと待って、治療、勝てたけど、どうしようかな。うわ、たくさんまだいるのかな。お、あそこになんかめっちゃボスっぽいやついる。どうしようかな。一回これでセーブしちゃおうかな。すごい。ヘタレな戦い方ですけど、一回セーブしに戻っちゃおう。あ、戻れないんだこれ。あ、戻れるか。いけ。ヘタレですいません。ヘタレ、ヘタレ、ヘタレ。よいしょ。あれ違う。ここで、よし、よよし、よいしょ。これであの2人組もう一回行くか。来た。戦う、スリープボムをうまく使っていった方がいいのかな。2人とも寝た。二人同時に攻撃できるものがあればいいんだけどね。スタブ、スワイルドストライクスかな。あ、ダメか。あ、来た。
サーブか。寝とる。スタ、もう一回スタブだな。お、スキル、スリープ、スキル、寝てる。よし、お、うわ強い、うわ強いわ。やっぱり治療、多すぎないこれ。治療、うわ治療が落ち着かないね全然。とりあえずスリープで眠ってくんないかな。あ、無理だ。やばい。うわ。やっぱ強いな、こいつら。どうしよう。ここ、うわ全然ダメだな。スキル、よいしょ、スキル、なかなか当たんないな。治療しよう、まず。リーチボム、わ、お、勝った。スキル、オイルド、スリープボム、よし、眠ってんのに当たんないか。やっと勝ちました。よし。死んでいる。油断するな。彼女の息の根を止めろ。ここにも敵がいるのかな。あれ？いない。はい。ああ。ここか。ん？この上にいるのか。
れ？あ、違った。うわ、これ絶対強そうだよね。戦う、寝るかな、寝ないかな。あ、寝た。よし、ワイルドストライクス。強いよこれ。うん、おお、なかなかやばい。うん、2発来るんだな。スリープ治療しとこう。OK。 スリープ、強くなかったか。あれ、これなんかレンジャーのやつらかな。よ、うわ、絶対あれは絶対ボスだな。これは死んでいる。ボスかなこれ。ダイスマホーン、あ、ダイスマホーンってやっぱ名前にあったもんね、あそこのリストの中に。スリープ、寝ないか。またこの戦いもめっちゃ長いのかな。うお、強いっす。よし、どう、ギャー、スキル治療はこまめにしとこう。
治療じゃなくあっち、どういう体してんの？ストライクスだって。バディ、ジョイ、おお、シンディ・ギャローズ、ガローズか。よし、次の敵はどこにいるんだろう。あれ？なんか一人ここ増えてない？上には行けないのかな？ん？あれ？幸せそうだ。よいしょ、あ、えい、よし、あ、ジョイがある。あれ、ジョイ、今のってジョイを飲んだことになるのかな。あれ、あ、誰、ランドかな。バディ、君に話さなくちゃならないことがある。僕らを誘拐した男たちのことだ。一体何があった？黙って聞いてほしい。この有刺鉄線はそんなに長い時間僕の体を支えていられないから。僕は、うわ、少しの辛抱だ。これは、全く驚いたね。死んだ親父がよく言ってたもんだ。あ、あれ、こいつ生きてたのか。馬を水場まで連れて行ったら、あとは何でも好き放題だ。いろんなこと言うね、この人の父親。手を離すんだ。はあ。手を離してくれ、バディ。おやおや。素晴らしいね。実に素晴らしい救出プランだ。なあ。君はどう思うかね、ランド。奴を君に、さ、触らせるな。結構、いや、実に結構。それじゃあ君たちが何もしない間に、俺だけ一足先にお楽しみの時間にさせてもらうとしようかね。はぁ、あ。君たちのおかげで俺はこの世界に名前を残せそうだよ。僕を落とせ、今すぐに。バディ、さあ。うわ、もう、またこの、どうしよう。とりあえずしっかり掴むかなぁ。掴む。クソ、バディ、早く手を離すんだ。大丈夫。俺はあんたを助ける。実に素晴らしい。それじゃあ、何も心配はいらないよ。おやおや。ん？何か聞こえないか。うわ、え、もしかしてこれブラッド？ブラッドだったりしない？あれ？え、何が起きたんだ？
あいつが助けに来てくれた。バディ、ずっと支えることはできないよ。大丈夫だ。必ず助ける。ダメだ。僕にはどうすることもできない。鉄線が君の手をどんどん切り裂いていく。君に話しておかなくちゃならないことがある。いいから黙ってろ。あのピンクの服の男、彼は僕の仲間なんだ。今まで起こったいろんな出来事、苦しかったことやいろんなこと、それから誘拐も、これらは全部僕の計画だったんだよ。僕が彼らに頼んで君を誘拐させた。すべては僕のせいなんだ。なんだと。あんたは俺に嘘をついていたのか。すまなかった。あんたのことは信頼していたのに。どうか分かってほしい。あんたは俺の兄貴だと言ってた。バディ、僕はただ君を守りたかった。落としちゃったの。うわ。さっきのブラッドだよね。あれ？ここの、あれ？すまなかった。謝るな。どうせあんたのことは本当に信頼してたわけじゃない。今更あんたに怒ったところでどうにもならないしな。だが忘れるな。どんなことがあっても誰も俺を止めることはできない。たとえ俺の兄弟であってもだ。お願いだ。こんな風に終わっていいはずがないよ。本当にすまなかった。バディ。俺はブラッドが始めたことに決着をつけてみせる。心配しなくていい。うわぁ。すぐに終わらせるつもりだ。うわぁ、そうなの。ここは何だったっけ？あれ、ここはあれだね。そうだ。ここはあれだよ。ラリーのとこだね。この後どうなる？あれ、あそこにあんな男いなかったよね。あれ？ブラッド上にいるし。どうやって行くの？あそこ。バディは元気を取り戻した。あれ？ランドウとブラッド上にいるんだけど、あそこにどうやって行くんだろう。あれは幻なんだろうか。あれ、この先これだもんね。この後どうやって行くんだろうか。こっちってなんか、前と違ってたりするのかな。どうなんだろう。この後どうなる？狼のところは終わったもんね。なんかこんなにセーブしても意味ないけど。
くしかないか。こっちなんもないね。どこに行きゃいいんだ？どこに行ったらいいのでしょう。ここはなんだっけ。ターンバック、本当に強いが、こっちも行ったもんね。ちょっと一応端から見ていきますか。ここはなんだっけ？ここも、ここも同様だよね。で、ああ、ここはテリーのところか。さっき言った、この上のとこに行きたいんだけどな。俺、ここはラリーのとこだよね。ラリーだよね。何かの原因で行き詰まっていることか。今は立ち去る。あ、やばいやばい、またこれだ。あれ、他に見てないとこあんのかな。どうしよう。行けばいいんだろう。ブラッドとかと話するわけでもなし。
この上のとこどうやって行くんだろうね。もしかしてラリーに300払わないと話が進まなかったりとか。それかもっとこっちかな。あれ、ここも行けないし、ジョイを使え、ローディ、こっちも改めて見るか。ここ、ここ行けないんだよね。ここの辺とかなんか新たに橋がかかったりするのかなとも思ってたけど、違うな。どっかに抜け穴みたいのがあったりしないんだろうか。ここはなんだっけ。ああ、ここか。あ、やべ、落ちた。あれ、これ今どこからセーブしてなかったっけ。久しぶりに。あ、ここか。ただ、こっからあんま展開なかったよな。よっ。ここからどうしよっか。2つは行ったから、ここはなんだっけ。ああ、この先、ここトラックを手に入れたところか。誰かいた気がするけど、この人とは戦ったりしなかったね。そうだ、この先は行けないんだよね。行けないんだわ。また戻るしかないと。この後どうする。
ここの穴も何かなと思ってたんだけどな。ただ穴が見えてるだけかな。ここは何だっけ。もう全部終わったやつだからな。この上なんだろう。なんもないね。やることがわかんないな、この後。でも僕の考えだ。あれ、この辺の書き込みみたいなのって前からあったっけ。全部倒しちゃったんだよな、この辺り。
そういえばなんか、北斗の拳でもこういう非暴力の村みたいなのって出てきた気がしますよね。この後どうする？長い。ここも見たし、ここも見たし。戻ったらなんかあんのかな？戦い続ける。あれ、こんなにキルキル書いてあったっけ？自由はすぐそこだ。あれ、ブラッドっぽいんだけど、これ。え？ここで。ちょっととりあえずここでセーブかけとこう。戻ったらなんかある？あ、なにこれ、手招きしてるよ。手招きなのか地域なのか。なんかある？これ以上戻れない。なんかランドウがいなくなったあの場所でちょっと寝てみるか。したらなんか起きるかな。この人なんか特になんかな。シンディ・ギャローズ。絶対ブラッドじゃんね、これ。ここで一回止まってみるか。あ、どこどこ。あ、新展開。うわ、いきなり戦い。スタブ、ボビー。急にガンときそう。おお、強い。おおおお。治療。お、治療。あ、新しい技。あら。
うん、ジョーカーストライクスもかなりめくらめっぽうに、おお、当たる、当たるときは当たる、うん、おお、2000、ジョイがやたら溜まっていく。ディーゼル火炎瓶、お、これなんか反対から見てたとこだな。あれ？ん？あれ？この後進めないね。なんかまたマーティーとか出てくんのかな。やっぱこっちに行くしかないのか。これで元の場所に戻ると何かあるのかな。お？ん？お？よし。どうしようかな。ここで一回切ろうか。じゃあここで一旦切ります。よいしょ。かなりちょっと行き詰まったなと思ったら、焚き火で休んだら少し展開がありましたね。はい。じゃあこれで、ここで、終わろうと思います。ありがとうございます。失礼します。